はい、シュプリームテラテラです。はい、ということで、もう実はもう時間がなくて、もう間もなくオンライン始まります。始まるんですけども、本当今帰ってきたばっかりでして、ちょっともうダッシュで帰ってきたんで、もうめちゃめちゃ暑い、めちゃめちゃ暑いです。はい、で、今週はウィーク7ですね。7ですので、まあ本当はちょっと並びに行きたかったんですけれども、まあ私ちょっと午前中所用がありまして、まあそれでもう今帰ってきたというような状態で、まあオンラインね、なんとか動画に残せそうなので、はい、やっていきたいなと思います。はい、で狙っていくのはですね、ノースフェイスとのコラボのウエストバッグですね。これを、一番に狙っていきたいなと思います。で、あと、ニューエラーですね。ニューエラー、まあ今回ちょっと私配信の方で刺繍だと思ってたんですけども、まあ他のリークサイト見るとプリントっていうようなことがあって、で最終やっぱり刺繍じゃないかみたいな、ちょっと混乱をしてしまいましてですね、混乱する配信をしちゃいまして、でまあなんとかね、それ現物を見て、まあどういったものだったのかっていうのを、まあ最終は刺繍みたいなんですけども、まあどういう刺繍の仕方をしてるのかっていうのをちょっと見たいなと思って、ただニューエラね、私あんまり被らないんですよね。なので友達に片っ端から連絡してですね、片っ端に連絡して、昨日なんとかですね、一人、買うっていう人がいたんで、まあそれを、まあ私もちょっと狙って、支援という形で頑張っていきたいなと思います。はい、それではもう11時、はい、11時になりますんで、はい、見ていきたいなと思います。11時ですね、もうじき11時になりますんで狙っていきます。はい、頑張りますよ。まあね、今回はまあオンラインでもまあまあ頑張ればいけんじゃないかなと。はい、11時来ました。はい、バックでね、一応バックのところで待ってますけども、なかなか来ない、なかなか来ないですね。まあね、まあこうやって遅れることもあるんで、こう遅れた時はですね、焦らないことが大事です。はいはい、あれ来ない、ちょっとニューで、こっちでも来ない、まあ焦らないで、もうバックのところで待っていきます。はい、こういう時はね、絶対焦ったらダメです。はい、さあ行くぞ。はい、来た。はいはい、カートに入れる、カート入った。はいはい、 OK、 フリーズレイト、まあ結構早かったんじゃないですかね。これ多分いけたと思いますね。プロセッシングですね。あれ、あ、プロセッシング長いな、これこれダメかもしれないな。もうちょっと待ちますね。もうちょっと待って、何も反応しなかったらちょっと戻って、ちょっとニューエラー次行きます。友達の支援のニューエラー、これダメだな、ちょっと違うやつにかけますね。はいはい、ニューエラー、ニューエラ一番大きいサイズ。はい、カートに入れる。はい、カートにはスムージーに入りますね。あ、間違えた。はい、プリーズウェイト。まあ、結構ここまではスムーズに行きましたね。またプロセッシングで止まってる。あ、っていうかあれか。あ、来た。オッケー。よし。え？え、何これ？え？お、ウエストバッグも変えてる。え、なんでこれ？あ、両方変えた。変えました。変えました。やった。変えた。え、なんでこれ？ん？なんでだ？こっちはプロセッシングのままだな。多分1回目の、決済が弾かれてる状態で、2回目ニューエラー入れた時に前のウエストバッグがカートに残ってたんでしょうね。でそれで、一応2つ同時に決済と。あ、結果的には良かったんじゃないですかね。お、ソールドなってますよ、ウエストバッグ。でキーチェーンも買っとこうか。キーチェーンも買っとこうか。とりあえず買っとけですよね、こういうのね。はい。はい。購入する。フリーズウェイト。あ、もうこれ、あ、ソールドか。これはまあまあいい、いい。いい、いい。まあ、他どうだったんだろう。
トリビア、これか。あ、フリース結構まだ余裕ありそうですね。ダウンパーカーは、あ、黒もまだ余裕ある。バギーは、あ、やっぱりこの2色人気になりましたね。ソールドだ。ウエストバック変えてよかった。あ、鳳凰柄もソールドでしたね。まあ、手袋もソールドかな。あ、ブラックだけソールドか。はい。で、アポジー。アポジーは残ってる。はい。パンツも残ってる。あ、結構残ってるな、ブラック。で、フリースパンツ。あ、フリースパンツ結構人気になりましたね。多分これもソールドするでしょう。はい。あ、バックパックも、ブラック、あ、鳳凰柄。両方、ソールドなってますね。レイヤーは、レイヤーパンツは残ってる。はい。デニムのベースボールジャージも、残ってますね、またね。はい、ニューエラどうだったの。お、白と赤よかったよかった、白と赤ソールドしてる。はい、まあよかった、なんとかね、なんとかギリギリ、はい、ま、間に合って、でオンラインもちょっとね、最初1回目のやつは決済できませんでしたけども、まあなんとか2回目で決済できたんで、はい、良かったんじゃないかなと思います。はい、という感じでした。またね、届いたらレビューの方はしていきたいなと思います。まあちょっと決済が遅かったんで、はい、ちょっと来週になっちゃうかもしれませんね。はい、という感じでした。はい、ということでね、皆さんは狙ったアイテムゲットできましたでしょうか。はい、まあ今週はね、ちょっと並びに行けなかったんですけれども、まあオンラインで、まあ狙いの商品買えたので、まあ良かったかなというふうに思います。はい、それではさよなら。